照準は放射砲の照準につけたテレビジョン写真で。いい加減で固定しろ。こうですか。ちょい右、スプーンを持つ方だろ。右、ちょいさ。砲弾が飛んできた。メガネ、大砲俺に向けてんのか。ビルゲーム、重戦に案内するというのは嘘で、私たちをミリサの罠にはめたな。違います。行きます。違う、俺は本当に宇宙船を飛ばして月にまで行ってみたいんだ。何やってんだ。狙撃しなくちゃならないでしょう。ディアナカウンターは先に手を出さない。素人に先に手を出させるんだろ。俺のロマンスを邪魔するな、ミリシャども。獣医さん見ていてくれ。その谷の宇宙船は俺がディアナ・ソベルに会いに行くためのものなんだぞ。そのボールみたいなやつ、キングスレーの谷の道を開けるんだ。左にも敵か。こいつら俺の宇宙船を横取りにする気だな。さあラビラ、人のものに手を出すからそういう目に遭うんだ。データによると、ハリー注意が接触した部隊のモビルスーツだ。狙撃はやれ。立てる。シールドが守ってくれた。相撲ではないなら。戦いが始まってしまいました。急げませんか。近くに行くは危険です。民間人が間に入れば戦いをやめてくれるかもしれないでしょう。やめさせないと。お話は分かりますけど、戦場の前線だけで殺し合いをするのはよくありません。そうですけど。訴訟状さん、訴訟さんでしょ。やめてください。戦いに行くのは。見てなさい、ホワイトドーンだって少しはまともになったんですからね。カプル部隊は阻止してくれそうか。ルジャーナのボルナンとかも来てくれてますから。ああ、こっちは谷から動けんのだ。守ってもらわんと。ローラのヒゲが来たってのか。間違いありません、フレッドが見ました。お前たちは訳のわからん戦いよ。いやお前たちや。訴訟状さん、聞こえますか？戦場の中に入っちゃいけませんよ。止まらせない。ウィル、モビルスーツがやられたようです。そう、このチビ！ミルからの応答は？ありません。生体反応がないんです。なんでこんなことぐらいしかできないんだ私は。どうした？またです。また？手が見える。え、運転してる人出たがってる。ああ、出たがってますね。出してあげなくっちゃ。でもあれ腕だけかもしれません。お嬢さん、そんな、ウィルゲームさんの
て嫌ですよ。ロラン、ロラン、ウィルさんは、ウィルゲームさんは、あのウィルゲームさんは、ロラン。